いきなりレイソルに先制されます。オルンガが再び決めて2点目、瀬川祐介もゴールを挙げてあっという間に3点差となります。オルンガがゴールキーパーとの1対1を制して前半だけでハットトリックを達成。小山津和也のゴールで1点を返し4対1で前半を折り返しました。オルンガがこの日自身4ゴール目となるチーム5点目を奪うと、クリスティアーノにもゴールが生まれ、江坂あたるのシュートのこぼれ球をオルンガが押し込み7点目、オルンガが決め8点目を奪いました。クリスティアーノが決め9点目、マテウス・サビオのボレーシュートがオルンガに当たり、マテウス・サビオにゴールが生まれ、ついに11対1、クリスティアーノが再びゴールを決め、オルンガがこの試合自身8点目を奪い13対1というスコアで試合が終わりました。